皆さんこんにちは、ガムニュースのお時間です。本日のキャスターは私タカが、務めさせていただきます。今週のガムニュースガムニュースはい、今週たんまり入っております。そして明日ですね、明日15日はバーズボーイズラジオということで、あの誰が出るかはまだ面白いです。まだ秘密です。バーズボーイズラジオです。そして、18、19、20日と、3連チャン、また石川県です。ドーン！石川県ね、ほんとやっぱ文化祭のシーズン多いっすよね、めっちゃ。まずは18日ですね、北陸学院大学。この北陸学院大学は18、19と連日普通ですでございます。これは僕ら初めてですね。もう何回か出させていただいてるんですけどもね、これ 2days っていうのは初めてなので、ぜひ遊びに来てください。そして18が、北陸学院大学で、19も北陸学院大学終わった後に、なんとその次の現場が1日2現場ございまして、次が、なんと金沢学院大学、こちら初めてでございます。石川県の大学初めてでございます。なんと僕の母校の上ですね。はい、あの母校の付属した大学のところなんですよ。なんでちょっと緊張しますね。ただもう僕今年25になるんで、僕の世代もいないですよね。ならワンチャン、あの僕の下の世代の子たちがいてくれればという、はい、そんだけです。そんだけです。そしてその次の日、バズボーイズツアー in 石川ということで、バズボーイズツアーで石川来るのは蔦屋金沢店さん以来じゃないですかね。もし違ったらもう編集しててくださいね。はい、みたいなんで、まあ、バズボーイズ石川、まあむちゃくちゃやばいライブになりますよ。はい、あの僕セットリストこう考え、もう頭の中でイメージできてるんですけども、なんか石川県だなっていうセットリストをご用意いたします。ぜひそんなところも楽しみにしながら遊びに来ていただければなと思っております。今週1週間またむちゃくちゃいっぱいいろんなとこ行きますし、いろんなライブ出させていただきますし、たくさん皆さんと出会える機会もたくさんあるということなんで、ぜひ遊びに来てください。台風のね、影響をすべてこうやってライブで発信できるよう僕らも頑張っていきたいなと思ってますので、今週も1週間皆さんで頑張っていきましょうということで、以上ガムニュースでした。